いただき、ふるさと、ドーン、イン、飯塚市、そして、ボタ山。炭鉱の町として栄えた飯塚市、働く人たちの疲れを癒したと言われるその食材とは。失礼します。ああ、綺麗なとこ。あ、ありました。ネットに入った卵が並んでおります。いろんな卵があるんだ。なんか色だったり形だったり違うのがある。ちょっと青っぽい感じの。かと思えば右側ベターな、ね、感じの卵ですよね。今回の食材は卵。しかもこちらでは全部で7種類もの卵を取り扱っているんです。昔はやっぱり筑前藩っていうのが卵っていうか鶏にすごく力を入れてて、シュガーロードが通ってましたんで、江戸時代。そうですね、長崎街道、はい、お砂糖はある、卵はあるということで、お菓子の文化がすごく広がったんですよ。そうなんですよ、飯塚市を横断するシュガーロード、うん、あの有名な銘菓ひよこも養鶏が盛んな飯塚生まれのお菓子なんですよ。ああ、なるほど。もう少なくとも筑豊地区だけでも10軒以上はありますんで、いい卵を作るのに一生懸命しのぎを削ってるので、もうすごい激戦区なんですよね。はあ、だからおのずといい卵ができるという、はい、そうだったんですか。そうです、はい、これどえらいニュースですよ。生産者の畑中さんは鳥の健康管理を行うために獣医師の資格を取得、そのおかげもあってここの卵は黄身が大きく白身もプリッとした食感なんです。高さがすごい。どうですか、この冬寒いですけど鶏元気ですか。鶏は冬の方が元気なんですよ。寒い方が元気、だから今の時期が一番旬です。卵に旬があるなんて。この時期です。寒さを乗り越えるため餌をたくさん食べるようになり、うん、その分卵の栄養が凝縮して味も濃厚になるとのこと。気になるそのお味、ゆで卵にして食べ比べてみました。食べてる餌によって、はい、そうですね、これだけの違いが出てくるんですか。そうなんです。トウモロコシを食べて生まれた卵は濃厚でコクがある味わいに、そしてこちらはお米を食べて生まれた卵、黄身の色、そうなんですよ、はい、ちょっと薄いですが、うんうん、甘みがこれあるんですね。どうしよう、今回卵で丼作るんですよ。丼とかそういうのに使われるんであれば味の濃い方が卵らしさが出るのでいいんじゃないかなと思うので、向こう側をおすすめします。なるほど。ということで今回はこちらの卵を使わせていただきます。丼作りに協力してくれるのはフランス料理平野、そうフレンチです。フレンチ、今回使っていただく丼はこれでお願いします。なかなかこれね、ちょっと自信ないけど一生懸命やらせていただきます。ありがとうございます。平野シェフ無理言ってすみません。ありがとうございます。フランス料理といえば豊富な卵料理があるんですが、今回はまず温泉卵を作るというところから。作り方はとっても簡単。火から外した熱湯に卵を入れて25分放置するだけで、とろとろの温泉卵の出来上がり。これ醤油でいいじゃないですか。もうあと焼いた野菜とフォアグラ、ホルモン全部焼きますけど、フォアグラって言いましたよね。断る理由はありません。はい、高級食材フォアグラにかけるソースは大量のグラニュー糖と白ワイン、さらにこれからがなんか本当和に使うような調味料ですもんね。はい、そうですね。甘いソースに醤油と白だしを加えた和風ソースに大変身。さあ果たして卵とフレンチの丼とは一体どんなものなんでしょうか。オープン。おお、ボリュームがすごい。ご覧ください、いかがでしょうか。卵とフォアグラのトレビアーン丼でございます。フォアグラがやっぱ強いですね。存在感ね。うわー、相性ですよね、すごい。温泉卵になってもこの卵の黄身の色が輝いてるような感じ。
ちゃうまい。ありがとうございます。フォアグラが柔らかくてこってりしてて、そこに黄身の味が強い卵が、これもまたソースのように乗っかってくるんですよ。はい、卵はあのメインにもなるけどメイン脇役にもなる。なるほど、はい、やっぱり和の丼のね、出汁がすごく効いたっていうソースとはまたちょっと違うから、食べる方も面白いですよ。ありがとうございます、うん。